このビジョンに向かっていくためには基本的な理念っていうのを浸透させていかないといけないんだと。基本的な理念、会社はこうでありたいと、こんな風な思いでやっていきたいと、この基本理念の浸透にものすごい時間をかけていきなさいよと。多くの会社はね、目標を達成することだとか、商品をすごいものを作れとかで、もちろんいい商品だとか実務をちゃんと行うだとか、目標達成は大事なんですよ。ですがそれ以上に理念の共有の方が大事なんだと。哲学だとかフィロソフィーだとかミッションだとかビジョンだとか、会社によっていろんな表現ね、クレドだとか呼び方あると思いますけども、とにかくこの基本理念の浸透させることに魂込めてやってきなさいと、まあ、こういう話なんです。そうするとビジョナリーカンパニーになるっていう、まあ、こういうことなんですね。ビジョンを作り、基本理念を浸透させなさいと。基本理念を維持し、ただし進歩を促すと。これね、東洋的に言う陰陽の概念なんかを使いながら彼表現してるんですけどもね、守るべき、変えてはいけないことは絶対変えちゃいけないと。例えば、顧客のためにとかね、社員を大切にするとか、全世界の健康に貢献するとかね、なんかそういう強い思い、これは変えちゃいけないんですと。社長が変わろうと何だろうと、この会社の魂とも言えるような基本理念の維持だけはもう絶対に崩してはいけないと。ただし変えるべきことはもうどんどん変えなさいと。中には商品構成変えちゃなさいと。ビジネスモデルを変えることも OK ですよと。やり方だとか目標だとか、その戦術的な方法だとか販売スタイルだとかも変えるのもどんどん変えてきなさいと。社会は変化してるんだから、その変化に合わせてどんどん進歩を促すってことはもう超積極的に、失敗してもいいからとにかくやるんだと。大量の行動をとってうまくいったものを残すんだと。とにかく進歩を促すってことは忘れないんですけども、基本理念だけはもうね、絶対に変えちゃいけないことは変えちゃいけないんだと。このね、区分をちゃんとする。多くの会社ってね、社長の思いつきでいろんなアイデアが出てきて何でも変えちゃうんですよ。何でも変えてしまうから、土台となるような基本理念の維持、そしてそれが浸透していくってことがないまま、今までこうやって言ってたのになんで今度変わっちゃったのみたいなことってよくあるんですけども、それじゃダメですよと。変えちゃいけないことは絶対変えない。だけども進歩を促す、より良いもの、より価値提供できるもの、より時代に合わせたものっていうことは両方面矛盾なく統合してやっていきましょうよっていうのはこれなんです。だから基本理念の浸透はするんだけども、基本理念は絶対変えちゃいけないんだけれども、進歩を促すって、このね、区分、うちの会社で変えるべきことは何だろう、変えちゃいけないことは何だろうって、ここを社長がはっきり認識しておかないと、例えばコロナみたいなことがあった時ブレていくんですね。さらにはですね、この基本理念の維持のためにはビジョナリーカンパニー、つまり長期にわたって成功している偉大な会社ってのはね、もうゼロからね、もう本当に新卒だったりだとか、会社がもうまだまだ未熟だった時いうところから一生懸命頑張って成長し、力をつけていった、こういった生え抜きの後継者となるような経営者を育成しなさいってこう言うんですね。だから基本理念を浸透させるためには、後から入ってきたこのね、プロ経営者みたいなのをポッと入ってきていきなり役員にする、いきなり幹部にするではなくって、入ってきた人もちゃんと育てて、幹部から上級幹部になり経営チームに入ってやっと経営者になっていくっていう、こういうね、後継者育成がちゃんとされてる会社っていうのは偉大な企業になってますよっていうことが語られてるんですね。まあ創業社長の方もね、多く聞いてらっしゃると思うんですけども、もう次の後継経営者を考えて皆さん仕事に取り組まれてますか？基本理念の浸透のためには社長が言ってるだけじゃダメ、社長以外のコアなメンバーたちもその理念について語り、みんなでこの理解を深めていくってことが大事なんだと言ってるんですね。で、それによってですね、彼こういう表現までしてるんですよ。カルトのような文化を作れと。カルトなんていうとね、新興宗教の危ない人たちみたいなね、イメージあるかもしれませんけども、それぐらい偉大な会社っていうのはもう自分たちの基本理念にものすごく自分の中の腹に落とし込んでると。だからもうね、これが絶対なんですと。だからある意味このね、カルトのような文化、例えば自分の会社らしさ、
まあ、うちで言えばね、ランニングエッジらしさみたいなものがあって、それと合わない人がいたらもうすぐにでも外に出てしまうと、新人が入ったとしても違和感を感じてすぐ出てしまうぐらい、この価値観っていうのがギュッと詰まってて、らしさっていうのがあるんだと。でそれぐらいギュッと価値観が合ってる人っていうのが一体化されて組織化されて、みんなで前に進んでいく、一丸となって仕事ができるような組織になるから、ビジョナリーカンパニーになれるんだと。だからカルトのようなね、この価値観の共有であるだとか、みんなで飲み会に行ったりだとか、パーティーをやったりとかしてね、価値観を共有していくこと。だから仕事はもちろん頑張るんだけども、それ以外のところでの人間的な交流だとか絆ができているっていうこともとても大事なんだって言ってるんですね。なんかこの話をすると精神論のように聞こえるかもしれませんけども、実態として世界で活躍しているような偉大な企業もね、これね、データ、感覚的な話じゃないんですよ。彼は株価だったりだとかね、いろんな経済指標もちゃんと分析した上で、結果として確認してみたら、やっぱりそういうのが共通項としてあった。というのであれば、我々もこういったことをね、ちょっと意識して基本理念を徹底的に浸透させると、フィロソフィー、いわゆる哲学であるとか、理念であるだとか、ミッションだとかビジョンだとか社是と言われるものだったりだとか、概念的なことを生え抜きの経営者、中心的なね幹部だとかコアメンバーだとかと一緒に考える時間っていう、このコンセプトを共有する時間ってめちゃくちゃ大事ですよというお話なんですね。そして3番目、こういった大事に守るもの、基本理念は変えないんだけれども常に成長していきましょうと、そのためには大胆な目標を設定しましょうっていうんですね。まあ彼らはね、ビハグって表現をするんですけども、ちょっとこの言葉にとらわれると難しくなってしまうので、とにかくですね、社運をかけたような大胆な目標を掲げろと。もう世界ナンバーワンになるとかね、もう全人類を救うとかね、なんかもうそんなとんでもないこと無理ですって思うような、で実態としてそこまでいくかどうかは別としても、それぐらいまでの大きな目標を掲げた、もうこのね、大胆な目標を掲げた人たち、大胆な目標を掲げて、それがみんなでやるんだってなった時にですね、この偉大な会社になっていくんですよと。だからこそ社長、経営者はですね、それぐらい強い思いを持って自分たちはどこまで行くんだと、究極の目標、最終的にどこまでやりたいんだっていうことをちゃんと夢に描いて取り組んでほしいと、まあ、いうことなんですね。でそのためにはですね、そのためにはこの目標、これはいける、いけるぞっていうね、確信ももちろん必要ですから、そのためにはですね、ビジョナリーカンパニーはこういう表現されてるんですよ。大量のものを試しなさいと。だから大量行動絶対必要なんですね。ああでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもないってやり続けて当たるものが出てくると、10回20回、まあ野球で言えばね、ベストな選手であってもですよ、10回バット振って3回か4回当たればすごい打者ですから、3割打者4割打者なんて言ったらすごい打者ですから、ですから大量のものを試してみて、ビジネスで言えばですよ、10回バット振って1回か2回でも当たれば、まあビジネスの場合大体それで成功なんですよ。だからとにかくたくさんのものを試してみた結果、あ、これは当たるね、これはいけそうだねっていうものにギューッと力を入れて、これだったら世界に行けるかも、これだったら日本一になれるかもっていうものを大量に試す中で見出していって、ギュッと伸ばしていくと、まあビジョナリーカンパニー全体の中ではね、もう全体を通じてとにかくいろいろ試して、何度も試していくと、最初はね、大きな石をね動かすときってなかなか動かないんだけど、力が入り始めて動き始めると一気にガーッと進むと、ありますよね。静止摩擦係数と、物理学的に言えば静止摩擦係数と動摩擦係数の関係で、一回動き出すと一気にグッと前に進む、一回動くまでが大変なんだけど動き出したら一気に前に進むっていうことありますよねと。だからこの社運をかけた大胆な目標を一気に成長させるためには、いろんなものを試す、いろんなものを試した中でうまくいったものにギュッと一気に全身全霊をかけて進めると、会社が伸びてきますよと、偉大な企業になれますよと、まあ、こういう話でした。そしてある程度まで行った後に、人ってのはね、慢心してしまって停滞が始まると。だから決して満足しないっていうことも大事なんですと。だから常に成長するためには、いやそんなの無理ですって、いやどうやったらできるかイメージも湧かないような、もう非常に高い目標、
大胆な目標を掲げることによって決して満足しないでいられる、謙虚で居続けられる、慢心せずに怠けずに成長を続けることができるんですよ、そういう会社こそが偉大な企業になれるんですよと、まあ、そんなお話でした。ということでね、次回は10分でわかるビジョナリーカンパニーゼロ最新刊についてもね、お話ししていきたいと思いますが、今回は10分でわかるビジョナリーカンパニーということでね、お話しさせていただきました。次回ね、10分でわかるビジョナリーカンパニーゼロも楽しみにしていただければと思います。よかったなと思った方はぜひチャンネル登録、そしていいねボタン、コメントなどもお待ちしております。ありがとうございました。